まあ、それにしてもね、昨日は、えー、河井克行前法務大臣と、えー、そのね、妻である河井案里参院議員がですね、まあ、逮捕されたと。えー、これ、公選法違反でね、えー、逮捕されたと。あの、議員とか、えー、町長とかですか、まあ、あ有力者にお金を配ってたということで、 まあこれね、まあもちろんその前代未聞の事件であると、まあ今日の TBS の報道特集でもなんかちょっとやってたみたいですけどもね、これでも可愛い,い、え、アンリさんを当選させるために、この自民党本部がですね、1億5 0 0 0万円っていうね、多額のお金をやったから、こういう公正法違反というかね、お金を配ったから、えー、違法なね、お金が配られたっていうのが、 一番大きな問題なわけでね、そこに関して、例えば、やっぱりその河井さんだけの問題じゃなくて、やっぱりその首相官邸ですよね、やっぱりね。安倍首相、また菅官房長官、この人たちの責任がですね、大きく問われなければいけないだろうっていうね。うん まあ、同じね、河谷さんは1億5千万円自民党本部から配られて、もう一人のね、自民党の岸田派の溝手健政さんは、ええー、 一千五百万ですかね十分の一の額しかもらってないというね。この差は何なんだっていうね。で、しかも河合里さんと菅官房長官のなんか対談みたいなビラがですね、なんか大量に配られたりしてたとかっていうのもあって、で、しかも安倍首相がですね、え、ね、これ昨日の NHK ですか、安倍首相が、え、安倍首相が私の指示により安倍首相の秘書が広島入りしたということを、ええー、言った とうんまあ、これ、前から言われてたわけで、安倍首相がです、ね、自分の秘書をこの川合案里さんの,この選挙運動のために送ったと、支援のために送ったということですから、もうこれはもう川井勝、川合勝行、川合案里さんの問題というよりも、やっぱ安倍首相、菅官房長官、この首相官邸の僕は問題なんじゃないのかなと。 えー、思いますし、んで、今日の毎日新聞の世論調査でもですね、えー、河合夫妻逮捕、えー、安倍首相の責任重い59%ということでね、えー、内閣支持率も36%と、えー、いうことで、まあ、不支持の方がですね、内閣不支持率の方が56%ということで、20ポイント以上、えー、不支持の方が上回ってるっていうことでね、 ま、ほんとなんかね、もう、こんなばっかりやなっていうね。てか、全部安倍さん絡みじゃないですかと。あのー、この森友から始まりね、掛け学園にしかりね。で、えー、今年ね、去年から今年にかけの桜を見る会の問題にしても、この河い夫妻の問題にしてもですね、もうこれ全部安倍首相絡みでしょっていうね。 うんだからもう本当に、あの、内閣支持率がね、この毎日新聞では前回の27%から9ポイント、えー、戻したということなんですけども、いやもうそういう問題じゃないっていうことでね、あの、内閣支持率が上がった下がったで、安倍首相の責任が免れるかってそんなことはないと、やっぱり倫理的な責任っていうのがあると、それぐらい大臣、 っていうのは重いわけで、でまして、こう日本のトップの総理大臣なわけですからね。でいっつも安倍さんっていうのは責任あるある言うて、取ったことあるのかいないよね。責任を取るっていうね、けじめをつけるっていうことを、安倍首相としてか回、もうやったことないんちゃうのっていうね。うーん、なんか第1次安倍政権の時にね、あのなんか選挙で負けて、なんかやめますみたいなありましたけども、 いや、それ以来なんか、刑事面ってのはつけたのかなっていうね。うん、いや、だからほんとなんかね、あのー、今日報道特集でもなんかちょっと言ってましたけども、なんか溝手検生さん、岸田派の自民党の溝手検生さんが安倍さんに批判的なことを言ってたから、まあそれを潰すために、えー、やってたんちゃうか、みたいなね。潰すために河合案里さんに肩入れして1億5000万円、えー、配ってですね、当選させたんちゃうか、みたいなね。 いや、もともとその広島選挙区で二人通すのは無理があるというふうに指摘されてたのに、わざわざ二人立てたっていうとこがおかしいだろうっていう話で、まあそこがね、やっぱまあ自民党の内部でもそういう批判の声があると。でこの一億五千万についてもですね、この河井夫妻は、えー、領収書みたいなものを、なんか報告してないみたいなね。 え、なんか、使い道、死と不明みたいな、な使い道をちゃんと明らかにせずに報告したみたいなもんね、なんか昨日、えー、ニュースにも出てましたけども、まあ、それぐらいもう不自然なことが多いと、何のためのこの1億5千万円だったのかっていうのがね、だから,だからもう政治家にね、もう福島県の有力者に配るための1億5千万円というこのお金って言ったらば、 なるほどとっていう、すんなり納得できるんじゃないのかなと。そのためにこんなにお金が必要だったんだったらね、わかると思うんですけども。いや、そこをね、まあどこまで検察がですね、えー、まあ、今回広島地検がね、すごく頑張ってたということもあって、で、またね、やっぱその、えー、安倍さんがですね、この検察の問題にしてもね、やっぱ検察庁法改正案、 を通そうとしてまでですね、あの、東京高検の検事長え定年延長させてまで、えー、次の検事総長にしようっていうね、まあ、そういう、なんかもう、自分のなんか、なことばっかりしかやってないっていうのがすごく問題なわけですよね。まぁ、あ、でもそこに検察がね、稲田検事総長が <laughs>、 もう反発してというかですね、検察全体が反発して、えー、検察庁法改正案はですね、まあ、こっちを明治のツイッターとかでね、えー、抗議しますっていうのが問題になったりとかして、んで、えー、文集もね、かけまわじゃの問題とかね、ねスクープしたっていうのもあって、まあ、見送られた形になったと。だから、あの、全部その、 なんか安倍さんのやってることってね、なんか自分のためっていうか、自分の気に入らない人を、えー、落とすためとかね、なんかそういう自分のお気に入りの人を、えー、検事総長にしたいからみたいなね、なんかそういうふうに見えてしまうというか、まあ野党もそういうふうに、まあ、あの、批判してたと思うんですけども、全 そうやんとね。ね桜を見る会でもなんであの山口県のね、地元の人ばっかり読んでたのかっていうのも、自分のその次の自民党総裁選で再選するためと、えー、いうことを考えて読んだんちゃうかっていうね、まあそういう指摘もされてるわけですよね。だからほんと今までと違ったもう、何十、50億とかで、じゃなかったでっけなんか予算とかね、ええー、そういうのも、 やろうとしてた、やったっていうかね、ちょっと忘れましたけども、全然その今までの桜を見る回との額っていうのは全然違うっていうのを問題になってて、野党に追求されてたっていうね。うーん、だからほんとこういうのをね、なんか許し、なんか、あのー、 何て言うんでしょうか、なんか、今日なんか、現代ビジネスかなんかでね、しょうもない記事見ましたけども、なんか、安倍さんはそれでも若者に支持されてるみたいなね。 いや、そういう問題じゃないだろうっていうね。指示されてた悪いことっていうかね、そ疑惑を持たれるようなことを何やってもいいのかっていうね、そういう問題だろうってね。えー、まあまあ、その記事は別にね、こう,こういうその疑惑の問題とか関係ないんですけども、その、なんで支持されてるのか、みたいなね。うんでもそういう、そういう問題じゃないと。やっぱその倫理。 国のトップがですね、やっぱりちゃんとその政治倫理っていうのをですね、モラルっていうのがないと、やっぱこの国はダメになるでしょっていうね、そういう話だと思うんですよね。だからそれはね、やっぱりちゃんと、えー、分かってる人がこれはダメですね、ということを指摘していってあげないと、 ダメですよって話やと思うんですよ。ダメなものはダメですよと。やっぱ責任取らなあかもの責任取り取らなきませんよと。えー、一回だったらね、まあのー、なんですか、あの、見て見ぬふりでもいいかもしれない。ね、ちょっと水に流してあげようみたいなのあると思います。あるかもしれませんけど、二回、三回、四回、何回やってんねや、ああいうね。何回その安倍さんにまつわる疑惑っていうのが出てるのかと。うん ということを考えたらね、もうそれはもうね、これはもうその内閣支持率がどうのこうの問題ではないと。えー、けじめをつけるべきであると。うん。この7年もやってきて、ほんで安倍さんは何やってきたんやっていうね、えー、僕なんかほんとそれぐらい思いますけどもね。まあでもこれをまたね、うやむやにしようとしてるのか、えー、わかりませんけども、秋にね、あの、解散総選挙があるかもしれないみたいな、また情報です。 をですね、えーまあ、情報っていうか、まあ、ジャーナリストとかがね、えー、あるんじゃないかといううに指摘したりとかして、 まさなんかその困った時のね、解散頼みみたいなことをやろうとしてんのかと。まあこれも野党がやっぱり、そのまだ勢力的にはちっちゃいからというのもあると思うんですけども、まあだから本当野党も頑張らなきませんし、今回の都知事選もね、えー、単に勝ち負けの問題じゃなくて野党共闘、今後の衆院選という問題の にもかかかってくるわけですからね、うん、そういう意味でも頑張ってほしいなと思いますけどもでも本当安倍さんがあのこういう人がこの国のトップっていうことは僕はやっぱ恥ずかしいことなんじゃないのかなってね思いますけどもねチャンネル登録よろしくね